は何すんの？今日はゾーン神回プロジェクトで応募してくれた人たちの入賞作、優勝賞の発表です。おー、ついについに皆様応募ありがとうございました。いやー、邪魔したね。予想外の人からも応募されたりね、あれはびっくりした。いやまさかの76回。だ、そこまでそこまで。はぁ、これから発表するからね。あっ、先生、あっ、先生、しけあ、じゃあまず見てない人は前編というか、応募の企画動画の方だね。そうそうそう、そちらを見てから来てねっていうことで。そうしましょう。じゃあ早速発表していっちゃいましょうかね。え、もうやっちゃう？なんか他することある？あ、そうだね。ないね。なんだよ。じゃあ早速発表していきましょう。はい。と言っても発表方法なんだけど。え、やっぱこうやってさ、僕が選んだやつじゃないの？あ、これ実はうちとひなたとたまで一つずつ選んでて、その中から最優秀賞を選ぼうってことらしい。そうなんだ。みんな選んでたんだね。そう。じゃあそれぞれの推薦作品を見ていこうか、とりあえずね。オッケー、そうしよう。はい、じゃあまずタマの推薦から見ていきましょう。こちらです。はい。うわあ、今チェーンソー振り回してるヤバい人がいて。って、そんなわけないでしょ。僕も驚いてさ。でも目の前にいた人がそのままフックのようなものに釣られてしまったんだ。なんだって？そういう時はこれを飲むんだ。これは？それはゾーンだ。ゾーン？何それ、説明して。これを飲むとゾーンに入るんだ。ゾーンに入ると力が 120% 発揮されるんだ。ゾーンを飲んだら手元に AR が？よし、今なら勝てる。行ってこい、ひなた。僕戦ってくる。ありがとう、木陰。 AR なんて見えなかったけど。はい、見ていただきました。いや、これさ、めちゃめちゃいいと思う。ね、DVD のネタだしさ。ね、これね、タワからの推薦コメントもあるので読みますね。あ、なんだろう。編集変わってください。だそうです。なんでそれ、欲望丸出しじゃん。丸出しだよ。まあ、変わってほしいぐらいだったね。でもこれ、変わってほしい。確かに。確かに、でも一回ちょっとさ、やってみてほしいよね。ね、面白そうだよね。刺さりましたね。ひなた刺さりそうだったよ、特にね。いや、これは面白いわ。なるほどですね。はい。じゃあ次はうちの推薦にしよう。お、オッケー。オッケー。じゃあうちの推薦はこれです。どうぞ。おかげ、ひどい短いことあり。いかにを、キュルン。我らがこの動画、素材にて与えられ、ただ人の声をば加えしたるを争わせんなり。ああ、我、熱画商がのれんのごとくなりたるか。しからば、我ら京言葉や語るべく。あさまし、さしもせざらん。なんじ、すでに京言葉になりつ。へこみ屋の君、我に同じくなりたり。行く末より、競いごとあるを。なんぞや、いかでか京言葉ならん。そうはなんぞ。我こそ催す夢戦なれ。そう、沼は心を凝らさす落ち水、ゾーン殿が助けにて行わんとするが、京言葉にてはあながちなり。さしもやは、行いたまえ。はい、ということで。うん。おーい。いや、これはずるいよ。これずるいっしょ。これもう普通に笑っちゃったもんね。いやー、すごい。なんだろう。声の使い分けもすごいしさ。よくこういうなんか、声出せるなってちょっと尊敬しちゃった。全然ひなただった。あ、そうか。僕こんな感じなのか。うちもこんな感じでしょ。もう確かにそうだね。え、これ僕たちなんじゃないか。そうだよ、気づかなかったか。あ、え、マジで。うん。え、じゃあ木陰自分でやったやつ自分で選んだの。何それ。じゃあ最後ね、ひなたのやつ見よっか。はいはい、オッケー。はい、じゃあひなたの推薦作品です、どうぞ。ちょっと聞いてよ、木陰。何、どうしたの。さっきコンビニ行ってきたんだけど、なんかすごい、すごい、いい感じのやつがね、あったんだよ。そんないいものあったの？そこまで言われると気になる。どんなの？超没、没、没中。あ、超没入？そう、エナジードリンク。ゾーンか、気になってたんだよね。
ゾーンを飲めば 120% になれるんだって。飲みたくない？ 120% なりたくない？今なりたい。しかも 500ml の大容量だからコスパも超いいんだよ。ゾーン飲んで一緒にゲームしよう。僕お金持ってないから。木陰、買ってきて。うち？まあいいや、買ってくる。べーい、これで以上ですね。いやー、これちゃんと見ましたか？見た、めっちゃ見たよ。なんだろう、なんだろうな、これもうね、うん、かわいい。かわいいよね。いや、かわいいんだよ。これさ、いい、うん、イラストとかも描いてくれたのかな？でしょうよ。いやー、かわいいな。いや、これは嬉しかった、いいね、普通に。よいよい。うん、せやことで、はい、で、それぞれの推薦が出揃ったね。まあ、揃ったけど、いや、本当に、他にもさ、いろいろあったんだよね。まあね、泣く泣くよ、うん、本当。いや、そうなんだよ。うん、めちゃめちゃ悩んだし。悩んだし。悩んだし、悩んだし。あ、待って待って、タマからなんか来た。あ、本当だ。うん。審査員特別賞忘れてるようだって。あ、やべ。そうなのよ、あれ。まさかの VTuber さんからの応募があってね。あ、そうそうそう、あれね。うん、あれはね、本当に、マジでビビった。ね、そちらの方は、審査員特別賞として表彰します。おめでとうございます。いや、ありがとうございます。で、そちらの方というのは、デレン、極卒ナース六道芽さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、この動画はね、こちらになります。ご覧ください。どうぞ。ちょっと、木陰ちゃん聞いて。え？さっきコンビニ行ったら、めっちゃ美味しそうなエナドリあったんよ。このでっかいやつ。はぁ、でっかいって、どんなエナドリなんかいな。すごいなんか 500ml ぐらい。500ml すごいな。なんかね、めちゃめちゃでかい、コスパがいいんよ。あー、すごいな、それ美味しそうやな。そうなんよ。ね、それのね、なんかね、買ってきたから一緒に、飲むしようと思って、買ってきたんよ。どう？あ、どう？いやいやいや、最高やんな。はい、ありがとうございました。いや、本当にありがとうございましたね。え、六道姉さんにはこちらから、うん、ご連絡してね、なんかするっていうことで。そうですね、タママから連絡するって。けよ、そこは自分でやれよ、ぼっち。はぁ、いや、こういうのはタママの仕事でしょうよ。いやいや、そんなことしてるから。なにが、そんなことしてるから。じゃあ、最優秀賞の発表といきましょうか。え、これってどうやって決めるの？じゃんけん。ひどっ。え、だって苦渋の選択よ。今の推薦になってないのに、これからまた悩む。よし、じゃんけんだ。お、最初からそうした。頭はこっち切ってじゃんけんするよ。よし、やるか。あ、くるりんぱするからちょっと待って。大事そう。オッケー。緊張するね、これ。ちょっと待って。はっ。はっ。はっ。来た。よし、行くよ。うん。最初じゃんけんぽい。じゃんけん、待って待って、早いよ。いや、早い分には僕後出しするっていう意味ではいいんだけど。せーの、うん、最初はグー。じゃんけんぽい。でさ、じゃんけんでこっちグダグダになるわけ。もう一回いくよ。もう一回いくよ。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。やったー、ママちょばー。よっしゃ。じゃあ、あとはね、ひなた、てめえだけだ、ひなた。僕に勝てるといつから錯覚していた。小崎、最初はグー、じゃんけんぽい。だけで、最優秀賞は僕の推薦作品雪乃さんに決まりました。おめでとう。おめでとう。ということで、雪乃さんには、はい、後で豪華商品が贈られます。やー、
ってことで、以上、犬神木陰と猫宮日向でした。またね。またね。ジョン、絶対飲んでくれよな。